目黒区の自律神経救世主久松です。今回は前回の続き、自律神経由来のイライラの対策についてお話しいたします。前回の動画でですね、自律神経、特に交感神経が高ぶっていると、イライラを起こしやすいということについてお話しました。今回その対策です。そして前回言い忘れてしまったんですけど、交感神経が過剰に、働いてしまってイライラしてしまう、過剰な働きでイライラする、そうするとどうなるか。それが続いてしまうとですね、血管が傷ついてしまい、老化スピードが速くなってしまうんですよ。ですから、あまりイライラするのは、アンチエイジングと考えからも良くないんです。ですから、イライラをしないように、どういうふうに対策をするか、お話ししますね。まずは基本的なことで、一つ目、姿勢に気をつけてください。姿勢に注意しましょう。猫背にならない。どうしても猫背になってくると体が緊張しやすくなります。体が緊張してしまうと、どうしてもイライラもね、出てきやすくなりますから、姿勢、しっかり背筋を伸ばして、猫背にならないようにしっかり背筋伸ばすのを意識してみてください。イライラしそうになった時、姿勢を正して背筋伸ばそうっていうふうにやってみてください。そして二つ目です。もう何度も出てますけど、腹式呼吸です。腹式呼吸、もうイライラしてる時ってのは、呼吸が浅い時が多いんですよ。ですから、呼吸を深くして、リラックスさせていくのが大事になります。腹式呼吸は、いつも言ってますけど、呼吸の子という字は吐くという字、吸うという字は吸う。ですから、吐いてから吸う。口から吐いて、鼻から吸い込む。を1分やりましょう。その時、吐く時に手で、お腹をプッシュしましょう。プッシュ。プッシュしながら、全部胃の、肺の中の空気を吐き出します。吐き切ったらあとは吸うしかないので、深く吸い込む。でもう一回、を1分やるようにしましょう。当然ね、こう背筋丸まった状態でプッシュってしづらいですから、背筋伸ばさないとプッシュできないんで、姿勢を伸ばすということにも役立ちます。そして三つ目です。意外かもしれないですけども、イライラと関係あるのが、腸内環境なんです。腸内環境を整えるようにしましょう。どうすれば整うか。規則正しい生活をする。しっかり睡眠もとって、しっかり食事もとっていくこと。そして、食べ過ぎない。食べ過ぎてしまうと、腸に不調、負担がかかって、イライラしやすくなります。自律神経乱れて。あと3つは食物繊維を多く食べるようにしましょう。その自律神経的な不調でイライラしている方、当院にもいらっしゃいます。そういう時に私、その患者様の状態をチェックすると、そういう時ほとんど腸が疲れている時が多いんですよ。ですから腸内環境を整えるというのはイライラの対策としても大事になりますので、ぜひやってみてください。またこれをご覧のあなたが、もしイライラする時だけじゃなくて、その他の自律神経の症状、またはそれ以外のお体の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の生態方法、年齢、性別問わず、回復をお手伝いいたします。興味がある方、真剣な方は電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。